です。どうもグリーンです。本日もマリオメーカーやっていきましょう。よし、最初のコース、レフトライトアップ甲羅投げ左右うんテクニックを磨けよう、イエーイ。ということで、ここコーナー、はいはいはい、つまりパウがどこにあるかわからないということだな。のそのパウちゃんに俺はどんどんアプローチをかけていくってことだ。左だ、一回こ止まる、ギリギリ、よいしょよいしょよいしょ、んで上か、上上よっしゃ来た、よいしょ、うん、ギリギリ、あれ左やろ、ほんでこれどこ、これ、あっ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 、よいしょ、とっ、ナイス、上な、オッケーオッケー。左が結構むずいよな。ほんでこうやろ、ここら辺で確か、なんか、すごい位置低いところにあったよね。いくよ、次かな、次、よいしょ、イエテイ、ゴールです。面白い。よし、次のコース、ハリゲー、さようなら、行きましょう。こちら結構簡単な方なんですね。クリア率は 1.2%。一発で決めちゃいましょう、ここら辺はね。よいしょ。もう、要はこれ戦闘力ゼロやな。もうゼロや。もう戦闘力はゼロだな。なあ、もう戦闘力はゼロだ。全部ゼロだ。あ、ラー強いこれ。ラー強いぞ。53万。いや、たったの5だな。オッケー、ゴールです。やったぜ。次、MO2、P スイッチ。カベルン行きましょう。 MO2 なんだろうな、もっなんやろうな、なんか思いつかへんけど、とりあえず行きましょうか。 P スイッチを踏んでいくコースって感じですかね。よいしょ、1個で他人の P スイッチ、おい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 、おう、こうやろ、オッケー、こうやろ、なんでって、こうやろ、ここのバネが強いから気をつけて、いいねー。なんかのこのこいる、のこのこいる、投げるのかな、君は何だい、いらないのかな、はいはい、ととりあえず蹴るよ。このノコノコなんなんやろ、入れそうな気がすんねんけど、あ、おい、おそおそおそ、オッケーオッケー、ん、Z です、あー、やっぱいんのか、これ亀持つやろ、オッケー、亀持つ、よいしょ、来た来た来た、ほっ、届け、よいしょ、ナイス、よいしょ、頼む、もうこれは来た、これは来たぞ、確実に来てる、ほっ、いけ、な、こうやろ、よいしょ、最速、オッケー、来た、やっとよ、10回ぐらいやったよ、ほんと。バネちゃん、おい。よいしょ。で、これをこう隙間に入れる。いいね、よくないね。いやー、うまいこといかんもんだね。こうやろ、ポイッと。よし。よいしょ。あ、ここ、すごい。こうやろ、ここからはもうゆっくりでいいわけだ。とりあえず、あの、ドッスンさんがいるんで。クリボー、まずクリボー踏むやろ、待って、オッケー、よいしょ、これかなり急がなあかんじゃん、かなり急がなあかんじゃん、今までのあれ見てると、クリボーが死んだ時に煙でんのすごく見づらい、これぐらいでいけるっしょ、ほーれー、いいね、はい、土管入ります、これでゴールかな、お、まだ循環がある、オッケー、あ、次目だよ、床が、あ、三段ジャンプ、なんで、うん、さよなら、うう、綺麗に、ワン、ツー、スリー、三でくるん、おっ、おい、いい、おら、おら、くるん、やっときた、次、よし、おら、ぐーっと、オッケー、ここはまだ乗り捨てしない、と、よいしょ、オッケー、ナイス、乗り捨てしちゃう、バイバイ、オッケー、雲な、雲、うわ、なんだこれ、単純に難しいやつ来た。Okay、ここの雲がね、結構むずいと思う。おお、バブル空気読め、ほお、OK、ゆっくりでいいんじゃね、ゆっくりでいいよね、OK、おお、イエーイ、ワンナップがもらえるってことはゴールじゃね、イエス、おっ、ない、あ、雲あった、OK、次、スパイクチャレンジ、いきましょう。あれだな、海外版のハリゲーだな。おう、任せとけ。おお、よいしょ。あれ、あ、右行けへんのか。なるほど。この壁、完全に背景と同化してやがる。行くよー、よいしょ。よいしょ、いきなりちょっと、おい、最初からアクセル全開っすか、先輩。よいしょ。あ、床がある。ここ、張りないね。ぬるいんじゃねえか。ほい。これ、左側は安全。安全、いいね。よいしょ。中間、そんなんいりませんよ、先輩。よいしょ、行きますよ。あそこの隙間に。はい、あそこの隙間に入りますよ。はい、このスター取れる？スター取れない。いいね。よいしょ。い
よいしょ、あ、いい、ナイス。さあ後半行きましょう。地下ステ、うわ眩しい。中間またくれたね。めちゃめちゃ優しいでんがな。てかキノコのまま行けますがな。いやおう、あ、食らっちゃった。あ、食らってない、食らっちゃった。オーケー。これ下側降りたらいいの？見えへんっていうのが一番難しいよね。おい、お、難しくなかった。まさかの一発成功。おいおい、お、来てる来てる来てる。ほ、ゴール、ま、あ、ゴール来た。え、これ いけるよな、これいけるよな。お、いけた、やった。次、効果が1分持続するスターいきましょう。ウェイト、いきますよ。なるほど、そういうことか。右上の時間的には1分も持続しなさそうやけど、え、別にこれさ、あれじゃない、おお、この距離的にはさ、本来スターでいける距離ってことなんかな。それともこうやって重くすることによってスターの時間が実は伸びるとか、そういうことなんかな。ちょっとこれ意外と楽しみやで。普通に重い系かなと思ったんやけど、もしかしたらこれめちゃめちゃすごいことなんかもしれへん。ちょっと待ってみましょうか。もうすぐですね。さあさあ、これでしまいじゃないですか。この最後のスターが上がることによって、多分これ重たい、重たい、なんかパウ飛んできた、パウ飛んできた。ちょ、あれあれあれ、拾う、あれ拾う、もうこっちかな、こっちか、ここここ、おおりゃ、うう、え、俺どうなんのこれ、どないしたらいいの。なんか上からいっぱい降ってきてんけど、クリスマスか、なんかシャンシャン言うてる。クリスマスちゃうこれ。いや、鍵ゲットしたらいいんですけどね、俺このスターを取ると思ってたんですよ。取らないんですか。お、お、来た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 、いきますよ、はい、レッツゴー。1分は皆さん470からのスタートです。本来なら400、何秒スターってそんな10秒15秒よね。でもこれ遅くすることによって400なんぼ20 410まで伸びることになるとね、あれですよね。普通に考えればそうですよね。1分って言ったらこの距離を普通にスターでいけるのか、なんかいけそうな気もしてきたな。そんな長くないわ。赤コインの音めっちゃ気色悪いねんけど。ティーデューデ、ファミマの入店音みたいになってる。あれ、俺ファミマ来たかな。あ、これ緑のツタ、ファミマだ。あ、なるほど。いや、なるほどじゃねえよ。さあ、この緑のパックンと俺どっちが早いのか。さあ、時間的にはまだ6秒でしょうか。6秒、あ、でも10倍ぐらい重いから60秒か。なるほど、 OK、 そういうことにしとこう。入りますよ。永遠スター状態でゴールです。やったね。わー、めっちゃ軽い。なんかすごいことな、な、な。次、上級者なら一発スーパー基礎スピードラン30秒。あー、俺一発だな、じゃあな。おいおいおい、ほら、あー、もうこれ一発の予感がプンプンするでー、プンプンするよ。よいしょよいしょ、はい、30分、イエイ。なるほど、俺が一回死んだから今中級者って扱いかな。よし、中級者頑張るぞ。よいしょ、なんかこれ Z。 はい、じゃあ2回死んだんで初級者まで落ちちゃいました。はい、こう来るね。でグーンといって3段ジャンプ。お、初級者でクリアできちゃうんじゃない。ほっ、ほい、よいしょ。お、どうなると、え、ちょちょちょ、おお、ヒップドロップしちゃう。なんかこれ上って出てる。うわ、それは無理だ、それは無理だ。いくよ、ここな、決まり、決まるかな。オッケー来た、ちょっと飛び越し、オッケー来た、オッケー来た、よいしょ。でここでくるくるくるやろ。で3段ジャンプ、オッケー来た、おっしゃー、ナイス、よいしょ、ゴールです。